まず政治家個人としてはですね、同じ難病で、戦う、友人としてはですね、私の時にもメッセージをくださいましたけども、こういう理由で辞めなきゃいけないっていうのは、本当にさしてあまりあることだと考えています。悔しかったと思います。まずはお疲れ様でしたということと、それから一刻も早く、新しい病、医療、薬を試すということをおっしゃってましたので、ご平和をお祈りいたします。